マタノールを。お疲れ。やつだな。ええ、なんで一人でいるんでしょう。好都合ではないか。さあ行くぞ、玉砕あるのみ。玉砕したらダメなんじゃ。何かご用ですか。貴様が転入生だな。質問したのはこちらが先ですが。噂通りの嫌なやつだな。気に入った。面と向かって嫌なやつ呼ばわりはさすがに不愉快ですね。皆まで言うな。お前も今日から俺様のアトリエの一員にしてやろう。要件はそれですか。でしたら。残念だったな、グンナル。ん、その声は。ロクシスはとっくに俺たちと契約済みだ。そういうこと。悪いわね。なんということだ。悔しいか。悔しいだろう。これほどの人材がみすみす悪の手に渡ってしまうとは。誰が悪だ。用事が済んだのならお引き取り願いたいんですね。覚えておけ。俺様の敵となったこと必ずや後悔させてやる。あ、先輩。あのグンナルが捨て台詞なんてよっぽど悔しかったのね。いい君だ。先輩方もお引き取りください。読書の邪魔です。可愛げのないやつだな。まあいい、今の俺は最高に気分がいいからな。一つお伺いしたいのですが。ん？何？今グンナルとかいう男と一緒にいた彼は。ああ、あの子がベインよ。うちの先生がご就寝のね。ベイン、そうですか。やつが。それでは各自課題に。あと、そうだ、忘れるところだった。今回の課題が終わったら期末試験があるからね。しっかり勉強しておくように。試験ってどんなことするんですか。試験内容は当日のお楽しみ。まずは目の前の課題に集中するように。試験のこと。うん、内容は教えてもらえなかったけど、うちのクラスもそう。あー、気になるな。あまり気にしてもしょうがないんじゃないかな。なんでそんなに落ち着いてるのよ。別に落ち着いてるわけじゃ。お前たちが騒ぎすぎだ。たかが試験取って食われるわけでもあるまい。
突然背後に立つのやめてくださいよ。あ、そうだ、先輩なら試験のこと知ってますよね。くんちゃん、1年の時どんな試験だった？知らん、試験なぞ受けたこともないからな。え、受けなくても大丈夫なんですか？大した問題はないぞ。教師から呼び出しを食らう程度だ。それは大問題なんじゃ。やっぱ文ちゃんは当てになんないか。先生が教えてくれるまで待つしかないね。こんにちは。今、この講義を受けますか？それでは。
お疲れさん。